はい、速稼塾の久保です。たまにはね、人の話を聞いてみるもんだなと思いまして、ある勉強会、セミナー、こういったものにたまにね、こっそりと出ることがあるんですけども、そこで講師の方が語られることの中に必ずね、こういった言葉を使います。いや、本質的にはねとか、本質はとかって、事の本質とか言って言うんですよ。いや、すごいな、神様みたいな人だなと思っちゃうんですよね。その本質ってものを簡単に語れるっていうのかね。すごい、まあ、いいんですよ。セミナーなんで、人をその気にさせていって最後にね、成立に持ち込むっていうのは私もやってきたことなんでね。で、いくつかメモした内容があって、これはどういうふうに捉えればいいのかなっていうふうに考えたんですよね。その中で、昔の若い人は明治維新の時のように坂本龍馬とかね、なんか西郷隆盛さんみたいに、すごく大きなスケールで物を考えてるよねっていうふうに言うんですよ。国とか天下とかっていう風なレベルで非常にね、大きな野望とか夢とかを持っていて、昔の若い人はね、こうだったんだよと、最近の若い人はどうかなっていう風に問いかける中高年の方がいらっしゃるんですけども、私はね、言いたい、中高年の方に対して、あなたは若い頃何か大きなものを、大志を抱いてね、それを成し遂げたんですか、成し遂げたからこそ今みたいな言葉が出るんですかっていう風に聞いてみたいんですよね。ちょっと聞く機会はなかったんですけども、それ聞いていいのかな、聞かせてもらえるものでは聞かせてもらいたいんですけど、質問したいんですけどね。どうなんですかね、なんか自分が成し得てもないことを引き合いに出して、お前たちはどうだって問いかけるっていうのは、発信としてはちょっとまあせごいなと思ったりするんですよ。皆さんいかがですかね。もちろんね、その人に対してそんな質問するよりも、まあ、言われたことだけを自分の懐に落として、なんかやんないとなっていうふうに考えるのは別に悪いことではないです。でもね、よく考えてみると、いや、お前実績もないお前が何言ってんだよっていうふうな、そんなツッコミもね、入るんではないかなと思いながらヒヤヒヤして見てたんですけども、まあそんな意地悪な人はね、私しかいなかったということでしょうか。その他ですね、考えるっていうことですね。人っていうのは思考が行動を作り出すから考えていくんですよっていうふうなね、そんなこともあったんですけども、下手の考え休みに至りって言ってね、どんな人も考えて考えて考えてビジネス選んだり、考えて考えて考えたり、ICU を買ったりとかね、考えて考えて考えてなんか人付き合いをしてるんですよ。でもうまくいかないってことは、考えても考えなくても一緒っていうレベルの人が大半なんじゃないかなと思いますよね。そうなった時にはもうね、適当に選んで結果からどうするってことを繰り返す、まさに量の戦略になると思うんですよ。まあそればっかりではないと思うんですけどもね。その他ね、なんかいろいろと面白いのがあって、なんかね、強く思えばそれは実現するよっていうふうなね、ことを言う人もいるんですよ。強く強く念じることによって、思うことによって、それはあなたは実現できますよって言うんですよ。私はね、これね、あまり言い過ぎない方がいいかなと思うんですよ。強く強く強く念じれば人間の背中に羽が生えるんですかって聞いたら、生えないと思うんですよね。だから強く念じてもそうならないことと、強く念じればそれが結果をもたらすものとに分けていく必要があるのかなと思うんですよ。それからなんですよ、強く念じて、叶うもの、強く念じても無駄なもの、これを分けていってスタートラインに立たないと、叶うことのないことをね、一生念じてしまって、目の前のチャンスに蓋をするってことにもなるんですよ。どうですかね、やっぱり自分の、できる範囲のことをやるともまで言わないんですけども、念じることとかね、強く思うことを勘違いしたらとんでもないことになっちゃうんですよね。だから私は、なんかね、結果はすごくちっちゃくてもたくさんすることによって、合計して大きなパワーになるみたいなことをね、選べばいいのかなと思うんですよ。これを一言で言うと、一人の100歩より100人の1歩かなと思うんですよ。1人が100やるのって大変ですけども、100人が1ずつやって合計100にするのはそんなに大変なことじゃないと思うんですよね。だから私はそっちの方を選ぶかなってことですね。強く念じるよりも少し念じたことを、まあ日々やるみたいなね、強く念じないと、ちょびっとだけ、あ、こうなればいいなっていうものを毎日やると、それは強く念じて、1日よりも効果が高くなったりね、するんじゃないかなと思うんですよ。もちろん一番いいのは強く念じてそれを100日1000日と続けることなんですけども、念じるっていうのはそんな続かないんですよね。強く強く思うってあんまり続かないんですよ。いろんな邪念も入ってきますし、一つのことだけにとらわれてるわけにいかないんで、日々いろいろテーマが変わってきますんでね。だから私の本質はやっぱり量っていうのが始まりであって終わりであるのかなと。それ以外は
ないんじゃないかなと、うん、だから本質って語るんだったら分かりにくい言葉を並べるんじゃなくて、たくさんやりましょうで終わりがいいかなと思います。それ以外には私はね、効果の高い本質はないと思いますね。量をやってきた私がそう思います。以上でございます。